サンジー・イブスインハは、インドラージャスターン州生まれの実業家、国海アセットマネジメント株式会社執行役員、マネージングディレクター、イゼップアセットマネジメント株式、会社代表取締役社長である。インド工科大学同窓会日本代表、国際大学客員非常勤講師、京都大学顧問、ジャパンスポットライト編集委員、世界リスク管理専門家協会日本代表を、 兼任する。東京、ムンバイ、ニューヨークでの多文化経験を持ち、英語、日本語、ヒンディー語のトライリンガルである。インド工科大学を卒業した。1996年、人工知能の研究開発のため来日した。その後、ゴールドマン・サックス証券、水保証券、UBS 証券を経て、サン・サンズグループ創設。 プライスウーターハウス・クーパース株式会社ディレクター、丸の内インドエコノミックゾーン共同創設者、GMR 都市インフラ、タタアセットマネージメント、タタリアルティインフラ日本代表、北陸先端科学技術大学院、大学学長顧問、流山市長顧問、在日インド商工協会金融業担当知事などを務める。日本経済新聞、朝日新聞でコラムニストを務め、 テレビ東京、カンブリア宮殿、NHK、テレビ東京、ワールドビジネスサテライト、富士テレビなどに出演、日刊工業新聞、読売新聞、週刊ダイヤモンド、週刊東洋経済、ジャパンタイムズ、一つ橋ビジネスレビュー、マネジメントフォーラム、経済同友会、経団連、日本商工会議所などにて講演、インタビューを受けたほか、記事が掲載された。 YouTube その他、ありがとうございます。